屋に置いといたよ。はい。何でもやはお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲よ。待っててね。急いで終わらせるね。できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん、毎日ニュースを見てた。でも、俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働くただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？異国風なの。へえ、意外。でも似合うかな。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。
いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。